はい、こんにちは、まことです。はい、こんにちは、だいです。今日もですね、20代のキャリアアップや企業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日のお題お願いします。はい、私は社会人2年目で営業の仕事をしております、うん、数字に追われる日々でとても辛いのですが、だいさんも JTB で働いていた時に辛かったことはありますか、うん、またその辛かった時に乗り越え方を教えてください、うん、あ、やっぱそうか、うんうん、そう、僕もそうだね、大学卒業して、はい、そう、一番最初に就職したのが、まあ、JTB で旅行会社のね、で、まあ、営業 の、 あの部署に入る、法人営業ですよね。そうそうそう、うん、いろんな会社を回って、うん、まあ、会社の社員旅行とか研修旅行とか、うんうん、まあ、あとは、まあ、一部修学旅行とかね、はい、まあ、そういうのをこう担当してた、うんうん、ああいうのって営業で取れるもんなんですか。いやいや、ああいうのってむしろ営業で取るもんなんで、意外とそうなんですね。なんとなくなんか僕旅行って自分で調べて自分で取るっていう、うん、なんかこう、うん、ネットとは、その時代まだネットとかもあんまりないから、いや、まあまあ実際そうだし、はい、今でもそういうこうある程度の大きい規模の、はい、あの旅行とかだと、うん、やっぱそういうこうエージェントがついてやるのは普通だと思う。あ、そうなんですね、うん、だってほら、ネットとかだとさ、うん、まあ、そもそも100人とか予約できないし。あ、なるほど、そう、そっかそっか。で、新幹線とかでもほら貸し切りするとかさ、はい、便を分けるとかさ、うん、社長の席をどうするとかさ、あ、まあ、いろいろあるから、やっぱエージェント入れるんじゃないかな、今でも。あ、じゃあいろんなところがエージェントやってるけど、うん、営業行くと、うん、あ、じゃあ今までこっちやってたけど、じゃあこっちでとか、そういうのがあるってことですか。うん、そうだね、そうだね、そう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 。なるほど、うんうん、だから近畿日本ツーリストとか、はい、まあいろいろあるね、HIS とか、うん、そういうところと、まあ、マッチングしたりとか、うんうん、で、そうだな、やっぱり営業ってね、どうしても数字なんだよね、うん、まあそうですよね、うん、まあ営業だけじゃないけどね、やっぱりね、それも会社経営していくのも全部一緒だけども、うん、やっぱり最終的に評価されるのって、うん、もう数字なんだよね、うん、その日々のプロセスっていうか努力とかも見てほしいっていうのはあるんだけど、うん、やっぱりその数字で評価されるっていうそのドライな部分と、はい、やっぱそのプレッシャーっていうのは、うん、やっぱりあるよね、うん、そうですよね、うん、で、俺どうしてたかなっていうと、うん、やっぱり達成できた時もあればできなかった時も実際あるんだけども、うん、達成できてない時というか、このままだとちょっと数字いかないなっていう時に、はい、よくやっちゃいがちなのが、自分一人でこう閉じこもって頑張っちゃうみたいな、例えば上司の人とかにも、うん、あの、今こんな状況でこのままだとちょっと達成できそうにないんですよねって言って、うんうん、言いづらいじゃん、あんまりこういいことじゃないから。なるほど、うん、だからそれをこうなんか隠しちゃったり、あ、全部自分で解決しようと、そうそう、で、長浜どうだって言われた時に、いや大丈夫ですよとか、うん、あの、まあうまくいってますよっていうふうにやっちゃいがちなんだし、俺もやっちゃってたと思うんだけど、やっぱそうすると結局達成できなかった時に、なんであの時言わなかったんだっていうことが、上の人からしてみたら、うん、いや、こうなんでって聞いとけば、うん、じゃあなんかこう交渉はしようってできたのにっていう、そう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 、うん、でそれで俺も一回怒られた時があって、はい、まあ、それからこう今のままだとやばいですとか、今こういう状況ですっていうのも含めて、やっぱ言うようになったんだよね、うん、あ、なるほど、そう、うん、やっぱそうするといろいろこうアドバイスくれたりとか、うん、こう他の会社引き継いでくれたりとか、はいはいはい、うん、仲間というか周りを巻き込んでいくことが結構、うん、それ大切かもしれないですね、うん、で結局、まあでもそれって、はい、やっぱオープンマインドでやることがね、仕事することがすごく重要で、それはでも営業先のお客さんにもそうで、なんかほら数字が欲しいから、うん、こうネガティブな情報をね、はい、この時期ちょっとあんまり良くないですよとか、うん、あんまりこう言わなかったりとかすると、うん、結局信頼失っちゃったりとかするんで、はいはいはい、うん、だから何でもかんでも基本オープンマインドで、うん、あのいいことも悪いことも、まあ、上司に対してもお客様に対しても、うん、きちんと伝えていくっていうのが、まあ、うまくいく秘訣かなと思うけど、うん、確かにそれ大切ですよね、うん、で基本でも僕がこうやってる時ね、うん、年間の目標予算っていうのは達成をしてました、うんうん、なんか表彰されるんですか、うん、いや、あの、褒められるだけです。頑張ったねってそう、まあ、そうだから、まあ、なんていうのかな、やっぱりこうなんていうの、そう確かに今思い出したけど、うん、あの、もう当然達成してる人もいれば、うん、達成してない
人もいるわけですね、はいはいはい、そうで、まあ、会社だからしょうがないし、だけどもちろん、うん、で当然長い目で見れば差はついてくるんだけど、うん、やっぱりこう単年で見ると、うん、脱税してもしなくても給料ってそんなに変わらなかったんで、あ、なるほど、うん、で、うん、企業っていうのをちょっと目指そうかなっていうふうに思ったのはあるかな、ちょっと、まあ、うん、頑張った分全部自分に返ってきますもんね、うん、あ、そうだね、うん、ビジネス自分でビジネスしていけばね、はいはい、うん、確かに。じゃあ結論は、はい、自分でビジネスをやろうってそういうことではないですどういうこといやいやいや、まあ、プレッシャーはあるよ、周りの人に相談しよう、そうそうそうだねそうプレッシャーはあるよと、ね、数字のプレッシャーはあるよ、はいはいはい、やっぱりこ う, うまくいかないときに、うん、こうオープンマインドでいられるかどうか、はい、うん、それが、まあ、すごく重要だと思います、はい、わ、はいはい、かりました、はい、頑張ってください、はいはい、キャリカレチャンネル、よかった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします、はい、あとですね、LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、うん、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、うん、まあ企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるためにいろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。